2022年現在、高校通算本塁打数の歴代最多記録は、日本ハムファイターズに所属している清宮幸太郎選手の111本です。彼は高校3年間の間にこれだけのホームランを積み重ね、鳴り物入りでプロに入りましたが、清宮選手の前の記録保持者は誰かご存知でしょうか。それは新興学園出身の山本大輝さんという人で、高校通算107本塁打を放っていました。2021年時点で高校通算で100本以上打ったのはこの2人のみです。そんな山本さんの記録を塗り替えた清宮選手は、ドラフト会議で7球団指名による競合の末、日ハムに移籍しましたが、山本さんはどうだったのでしょうか。清宮選手が登場するまでは、高校3年間で100本以上ホームランを打った唯一の打者だった山本さん。清宮選手のように争奪戦になりそうな感じもしますが、高校通算本塁打数、高校通算本塁打数という記録は公式戦で記録されたものを計上していると考えている人が多いかもしれません。しかし実は練習試合で打ったホームランも数に含まれています。そのため練習試合の数が多くなると、それに比例して記録も出しやすくなります。一方でメジャーリーグでも活躍した松井秀喜選手は、高校通算本塁打数が60本。そして松井選手といえば、星稜高校時代の5打席連続敬遠が有名でしょう。彼のようにすごい打者となると、そもそも勝負をしてもらえず、ホームランを打つ機会も減りやすくなります。また練習試合で放った本塁打の数も含むということで、練習試合を行う環境も加味する必要があります。高校野球の練習試合というのは基本的にそれぞれの学校のグラウンドで行われることが多いですが、そのグラウンドの大きさは千差万別。練習試合を行うグラウンドの環境も高校通算本塁打数に影響を与えると言えるでしょう。ちなみに甲子園球場はホームから両翼までの距離が95メートルで、本塁からセンターまでの距離が118メートルです。一方で山本さんが在籍していた新興学園のグラウンドは、両翼85メートル、センターまでが95メートルです。そして山本さん以外にも高校通算本塁打数4位で94本放った伊藤亮介さん、同じく7位で85本放った横川俊さんも新興学園です。このことからも新興学園のグラウンドはホームランが出やすかったのかもしれません。高校通算本塁打数はあくまで参考記録という見方もできそうです。プロへの道。山本大輝さんは甲子園には一度も出場していません。当然甲子園での通算本塁打数は0本ですが、高校通算で107本ものホームランを放った選手がプロの世界で活躍する姿というのも期待したいところです。高校時代、山本さんのスイングスピードは158キロをマークしていました。高校生のスイングスピードの平均速度が120キロ、プロの平均が140キロということから考えると、その素質の高さがうかがえます。ちなみにあのイチロー選手のスイングスピードも158キロでした。スイングスピードや高校時代の実績を考えれば、プロ入りしていてもおかしくなさそうな山本さんでしたが、プロ志望届を出すこともなく、社会人野球の JR 西日本に進みました。その理由として、プロでやっていく自信がなかったと本人は語ります。通用するイメージが湧かなかった、打撃には自信があったけど守備は苦手だった、未練もない、プロでクビになって仕事がなくなるよりは社会人に行けるなら行こうと、母親はずっと働きづくめだったし、卒業したらできるだけ迷惑をかけたくないと思っていた。ちなみに先ほどご紹介した伊藤亮介さんと横川俊さんもプロの世界に進むことはありませんでした。その後山本さんは JR 西日本の野球部に4年間在籍、主に指名打者として出場し、全国大会の舞台にも立ちましたが、社会人通算本塁打数は5、6本ほど。高校野球は金属バットを主に使いますが、
社会人野球は木製バットを使用することになります。プロでも金属から木製に変化したことへの対応に苦労する選手が多い中、山本さんも木製への対応には苦労したようです。そして2016年に引退し、その後は駅にある緑の窓口などで駅員業務に勤めています。山本大輝さんは、清宮選手が早稲田実業時代に高校通算本塁打数が107本となった際、早く僕の記録を抜いてくださいとコメントしています。記録を持つことは名誉ですが、それと同時に記録保持者としての重圧もあったのかもしれません。また高校通算でたくさんのホームランを打てていれば、必ずしも活躍できるというわけではありません。それもまたプロ野球界の厳しさと言えるでしょう。一方で小笠原道弘選手のように、高校通算0本塁打でありながらプロの世界で300本以上ホームランを打つ選手もいます。練習試合でのホームランも記録として計上される高校通算本塁打数ですが、あくまでも参考記録の一つとして考えるのがいいのかもしれません。プロ野球の世界で成功すれば、社会的な名誉やたくさんのお金が得られます。ならば野球の才能がある人はプロの世界に進むのがいいと思うのが一般的な考え方かもしれません。しかし野球の才能があるからといってプロの世界に進むのが全てではないでしょう。山本さんは高校通算107本塁打の記録を持ちながらプロには行きませんでしたが、 JR 西日本で勤務している時の写真に写る笑顔からは、結果的にいい選択ができて幸せな人生を歩めていることがわかります。一方で清宮選手は、2022年がプロ5年目となりますが、前年は1軍出場ゼロに終わりました。崖っぷちに立たされたかつての超高校級スラッガーの覚醒に期待したいですね。そしていつか清宮選手の記録をも抜く選手が現れることにも期待してみたいと思います。